今回は立って足振るだけでウォーキング50分相当をたったの1分で効果が得られるやじろべえの応用編を紹介します。この動画を行うことで反り腰が解消されて体幹が鍛えられてお腹が引き伸ばされて薄くなり、股関節を回すことで下半身太り解消、足痩せ効果があります。まずはチェックをしましょう。片足立ちになって目をつむってみてください。どのくらいバランスが取れますか？両足やってみてください。はい、今の感覚覚えておいてください。そしたらやっていきましょう。まずは片足立ちの状態で膝下を横に振っていきます。スマホ見ながらでもいいですし、置いたままでもいいです。まずは片足立ちで膝下をプラプラ振ります。これで股関節を開いたり閉じたりしているので、これでね、反り腰解消にぴったりな運動になります。結構ももも疲れますよね。反対の足をね、少し膝曲げた方がバランス取れるけど、辛い場合伸ばしてもいいです。はい、いいですよ。今度はね、膝を曲げて戻す、上げて戻す、90度を作ったままで動かしていきます。同じ足です。結構辛いかもしれませんが、今回3種目3回左右やっていくだけでいきますよ。初めのうちはね、なんかこうやって持ちながらでもいいですからね、バランス取れる方法でやってください。慣れてくるとね、何も持たずにできれば体幹も鍛えられます。椅子かテーブルもやってもいいです。はい、 OK です。次はですね、曲げた膝を後ろに引っ張ります。あんまり前からにならないようにですね、まっすぐのままで後ろにだけでいいです。同じ足ですよ。ベンチャンでね、同じ足をね、やっていくことでどんどん鍛えられますからね、あんまりね、足の休憩をさせずに今回はやっています。バランス取りながらですね、もも揃えたら後ろに引っ張る片足立ちっていうのはね、すごいね、鍛えられる要素がありますんで。はい、いいですよ。結構お尻きましたよね。今度反対足です。膝から下を左右に振ります。この動きはね、結構大事です。さあ、頑張っていきましょう。あと膝下をプラプラ動かします。この股関節ってね、お尻の力が弱ったり背中腰が硬くなると、だんだんとね、まっすぐじゃなくなってくるんですね。外に開いて内に開いて、なのでこうやってね、両方開くことで足のラインが良くなってね、体の姿勢が良くなってお腹もへこんでいきます。頑張りましょう。よーし、 OK。 この休憩時間はね、ゆっくり足を休めてください。今度はね、曲げた足を上げます。この運動です。頑張っていきましょう。いきますよ、スタート。曲げた足を上げる、この運動がね、やっぱりね、すごいいいです。腸腰筋、前ももをストレッチできて、太ももの大腿直筋、足をね、きれいに見せる筋肉が鍛えられます。足がムキムキっとしてる人はね、ここの筋肉がね、結構弱い。スクワットとかでばっかりの筋肉がついてる。よし、いいですよ、その調子です。今度は曲げた膝をね、後ろに引っ張っていきますよ。これでもも裏、お尻、腰鍛えられます。頑張っていきましょう。いきますよ、スタート。グイッと引っ張る。体がまっすぐのまま後ろに引っ張ったら、もも裏、お尻硬くなっていると思います。もしね、筋肉が弱い人はあんまり硬くね、ならないんだけど、やっていくうちにね、鍛えられて硬くなってきますから、筋肉が弱いほどね、やっぱ効いてる感じがしないと思います。これはね、結構使ってますからね、バランスも取りながら。よーし、 OK。 よし、じゃあ今度はね、おまけでやじろべえをやっていきます。
ヤジロベというのは片足立ちで足をね、いろいろと振って自分でバランスを悪くしてね、バランスを保ちます。いきましょう。いろんなね、足の位置にこう動かすことで軸足がね、いろんな方向で鍛えられます。なのでいろんなね、足の位置に動かしてみてください。これでね、運動神経がすごく良くなったり、体幹すごい鍛えられます。倒れないようにね、戻す筋肉ってね、すごい鍛えられる筋肉ですから、倒れないように保つ筋肉、すごい鍛えられますよ。 OK。 さあ今度は反対です。同じように一気に足を動かしてくださいね。倒れないようにするだけで鍛えられるといいですよね。さあ行きましょう。なんか頑張ってね、うわーって鍛えたりするようにね、こういうバランス取りながらちょっと遊び感覚で鍛えられるってすごいなと。良くないですか。それでね、いろんな足を一気に動かして、このヤジロベだけでもね、だいたい今左右30分ずつやってるから、1分で50分相当のウォーキングよりね、効果的って言われてます。よーし、ちょっとですよ。 OK。 さあラストはね、足をブラブラブラと振っていきましょう。疲労感が残ったままやめてしまうとね、次やらなくなりますから、ちゃんと疲労感をね、取って終わりましょう。足をブラブラブラってね、ちょっとむくんでる時とかね、足がだるい時とか、体が重たい時とかね、この血流が下に溜まって体が重く感じますから、しっかり振ってね、血流を上に持ち上げる、そうすると体が軽くなってきますからね。こういう感じで、あんまり動いてない人が体だるいですよね。そしたら全部ね、重心が下に行ってしまって、血液も下に来るんで、上に上げた方が楽になります。 OK。 それでは最後、片足チェックしてみましょう。片足立ちで目をつぶってみてください。どうですか。さっきよりもちょっとバランス取れる感じしませんか。これ体幹がね、スイッチ入った証拠です。お疲れ様でした。どうでした、皆さん、バランス取れましたか。よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回の動画、毎日行うことで体幹が鍛えられて、お腹がスッキリして、有酸素運動効果もありますし、足痩せ効果もあります。ヒップアップもできるし、すごい効果的なメニューになってますんで、続けてみてくださいね。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。